はい、こんにちは。コロナ禍の過ごし方ということでね、ちょっと人だかりが出てきておりましたけども、よく見るとカニカゴを使ってカニを取ってましたね。自作のカニカゴを海に沈めるおじさんに偶然会ったりですね、これはタイの稚魚だと思います。タイの稚魚を釣っているおじさんがいたり、またまた、アイゴなんかも釣れている香港でございます。さて、まるちゃん外出はのオプション、出張料理とお魚教室ということでございます。今回のミッションでございます。まずはですね、手まり寿司、そして伊勢海老の刺身、キクラゲの刺身、海景ヒラメ刺身、そして海鮮焼きそばを作るといったことでございまして、今日は依頼されたですね、お宅に訪問してまいりました。先日のですね、人妻外資に連れていく買い物ツアーでですね、そちらの方からもう一度来てくれということを言われましてですね、今回は子供に魚をさばかせてみたいということで、まあそんなに、まあ、料理が上手なわけでもないですけども、とりあえずですね、じゃあカメラを回すことを条件にですね、じゃあちょっと行ってみましょうかということで訪問してきました。まずはお父さんにですね、このヒラメのですね、5枚おろしをまず伝授させていただこうと思って、一生懸命このヒラメのおろし方をご説明させていただきました。なんせまあお子さんメインの動画を作ろうと思ってますからですね、ちょっと大変、ちょっと雑な動画の撮り方になってしまって大変申し訳ないんですけども、ヒラメのさばき方をですね、まあ、ここの縁側があるところここまでだからここまで歯を入れてくださいねなんてことを言いながら一緒にさばかせていただきました。この後ヒラメのですね、半身下身の方を煮付けにして、作ってみました。そして上身の方は、昆布締めと、そして玄ちゃん漬けというですね、刺身になりました。はい、海鮮焼きそばの準備でございます。ここからはですね、お子様です、5歳の女の子、5歳ちゃんですね、にまずイカを切ってもらいました。そして8歳ちゃんにもですね、イカを切ってもらうんですけども、はい、猫は手はですね、猫の手にしてくださいねとかですね、そんなことを説明しながら切ってもらっているところでございます。親指も必ず縛ってね、そうじゃないと危ないから、ね、で本当はここでこうつけるじゃん、でここにつけてここまでだなって決めて切るの、そうそういうこと、そしたらさ絶対切れないじゃん。はい、大変上手にゴシゴシゴリゴリ切ってくれてます。私なんかも子供の頃初めて切ったのは何だったのかよく覚えてませんけども、はい、初めて料理したのは多分2年生の時でした。さあ、そんな感じなんで、このイカはですね、この後海鮮焼きそばになるんですけども、海鮮焼きそば用には今回はですね、エビと、そしてこのイカ、そしてキクラゲの、この3つを入れてですね、海鮮焼きそば、塩焼きそばにさせていただきました。この料理何作ったらいいですかっていう内容もですね、すべて過去の YouTube から料理を選んでくださいねというふうなことで選んでもらって、それを料理するといった感じでございます。さて、小サバの手まり寿司でございますけども、今回このサバですね、買ってきたんですけど、やはりちょっとですね、残念ながら息が悪かったんですね。なので本当ですと、もうちょっとこうスパッと行くであろうに、ちょっと身がやわかったところも一つのちょっとまあ問題ではございました。まあ、それでもですね、楽しくさばいて切ってくれましたよ。はい、内臓が出てきましたねと、包丁で取るんですよ。はい、8歳ちゃん上手にできました。まずは頭を取って内臓を取るところですね。はい、次は7歳くんでございます。はい、魚のサバはですね、頭から尻尾の方に触ると怪我しませんよと、尻尾から頭の方に触るとトゲが刺さりますよなんてことも説明しながらですね、ご説明させてもらいました。はい、綺麗に取れましたね。やはりこのコロナ禍ですね、子供たちも遊びに行くところが大変減ってきていますし、なかなかこう以前のような感じではないと。そしてさらには子供のですね、ためにも何かしたいと思っている親の方もやはりなかなか何もすることがないといったような状況も、まあこの1年半では続いてしまってます。なのでですね、まあ私の YouTube を見てもらってですね、
まあそうなったら結局、試しにマルちゃんと一緒に魚でもさばいてみるかなんていうですね、そういった方からのですね、お問い合わせもここ最近ちょろちょろ増えてきておりまして、毎週末はですねいろんなお子様と魚をさばいていたりとかしているような感じでございます。はい、上手に内臓が出てきております。このサバですけども、もうちょっと息が良くてですね、良ければスパスパスパッといけるんですけども、ちょっとやっぱりちょっと残念なサバでございました。まあただそれでも火を通して食べますし、別にね刺身にするわけじゃないですからね。はい、で今回ここからまた三枚おろしにしていくんですけども、できるかな、ちょっとここだけは不安だったんですけども、果たしてこの教え方が正しいかも分かりませんけどね、よく押さえながら骨に沿いながらゆっくりいくんだよと言ったところのご説明をさせてもらいました。さすがにね下の方の半身の部分はちょっとこれは包丁は使わずに、私の方でやらせてもらいましたけど、上の身に関しては非常によく上手にできたんじゃないでしょうか。はい、はい、切れました。ここにこう持ってここにこう見せて、今見せて切れたよ、包丁置いて切れたよ、はい、ありがとうございます。YouTuber の撮影にも使わせてもらってますよということでですね、必ずカメラの方を意識してくださいというお願いをさせてもらっております。はい、続いて7歳くんでございますが、このサバがまたね悪かったんだ、ごめんね。はい、でも一生懸命さばいてくれております。で腹の方がねやっぱり包丁が入っていなくてね、なかなかこうなっちゃうんですね。こんなところはちょっとだけお手伝いさせてもらいました。はい、こんな感じでここからやってねというところで、やっていただきまして、綺麗に3枚おろしのですね上の方、2枚おろしでしょうかね、が無事にできていくといった感じでございます。はい、まあ本当ね、もうちょっと息のいいサバが手に入ったらもう一回やらせてあげたいなと思うぐらいですね、あれでございますけども、それでもまあおそらく楽しかったというふうに言ってくれました。7歳くんありがとうございます。切れたよ、はい、どうもということでですね、このお宅にもなんとおげんちゃんがありましたよ。はい、サバにですね片栗粉つけまして、そしてオリーブオイルで揚げながら最後にげんちゃんで味付けをするという大変シンプルな状態でございます。このサバとですね、酢飯ですね、酢飯、これ昆布混ざってますけど、酢飯を合わせて、ラップで握っていきます。できました、イエイピースということで、こういった、小サバの手まり寿司の完成でございます。大変美味しくいただきました。もうね、孫と一緒に過ごすじいちゃんみたいな感じでございましたけども、楽しい思いをさせてもらいました。また呼んでね、バイバーイということで帰ってきました。ご視聴ありがとうございました。